武道は勝つために励むのではない、己に負けぬためじゃ。見せてくれお主の上達ぶりを。行くぞ悟空。おらすげえワクワクしてんだ。こうしてじっちゃんと一緒に戦えるなんてよ。武天老師様の動き衰えるどころかますます磨きがかかってるな。この老いぼれにもまだ先がある。そう教えてくれたのは悟空、お主やクリリンたちなんじゃ。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。これが亀仙流の修行じゃ。どうじゃ、かっこいいじゃろ。これが最大最強のカメハメハじゃ。イエーイ、ピースピース。